ラオ競馬場最終11レース冠共産レイジングスピリッツ杯です C の8組 1400m 戦9等立てこのレースは小泉隼人様にご協賛いただきました誠にありがとうございますこのレースの人気は8番の TM 猛烈が集めました前走移籍初戦2着でした TM 猛烈今日は山口騎手が手綱を取りますさらに前走逃げて楽勝4番誉れ栄冠2番ディープアリアなどが人気の中心となっています 最後は8番のテイ・エム猛烈が向かいます安城、山口功騎手、テイ・エム猛烈、8番ゲートに誘導を受けて今、入ります9頭ゲート入り完了ですスタートしました、ほぼ揃ったスタートを切りました9頭先行争いです、スタンド前、ムチが飛んでいるのは4番、ホマレーカン、今日も逃げる構えです。 吉田龍二が左打ちを飛ばして4番の誉カン花を切りましたが内を通って2番ディープアリアです、これも競り合っていきます、2馬身切れました、3番と集団、5番田原大進行って、外からスーッと8番、テイム猛烈、今4番手の位置です、インコースを通って1番の勝一1番、3番、京アブリッドと中段で1コーナーから2コーナー、あと後方から6番の伊万里応援スイカ追走です。向こう上面先頭4番ホマレーカンが逃げ切り まずは今日は逃げを取りました前走に続いて逃げた4番のホマレーカンです花を切りました3番審査控えた2番ディープアリア外から5番田原大進とそれから8番庭園猛烈2番で固まっています3番審査1番勝一1番と3番京和ブリットあと大きく離れています後方に6番イマリオーエンス後方3番手さらにその後ろ大きく広がって7番の勝一ストーミーですさらにもう一頭最高峰から9番のシャインホーラー各馬が3コーナーカーブを回っていきます 薄暗くなっている3、4コーナー中間に向けて、さあ、先頭は4番のホマレーカンが飛ばしています。残り400を間もなく迎える。2番手に上がっていきました。8番のテームモーレが前を追っていきます。あとは2馬身差、インコースを通りまして、5番の田原大臣つけて、第4コーナーカール。その後3馬身開いて、3番京和ブリット4番手、内から1番勝一1番です。4コーナーから直線向いたところで、ここで8番テームモーレ捉えました。先頭に変わっています。4番のホマレーカン、内手懸命粘る。そして5番田原大進が三番手から二番手に接近する。間から三番の京和ブリットが三番手が 先頭は8番、テイエムモー人気に応えて5位2着は4番、ホマ誉英館が逃げて粘りました3番、京アブリッドが3着です最後3番、京アブリッドの追い上げ急でしたがこれは3着まで勝ったのは8番のテイエムモーです移籍2戦目、初勝利となりましたデビューからは通算10戦目で初勝利をものにしました8番のテイエムモー安城、山口勲です 果敢に逃げを打った4番誉れ栄冠前走逃げて楽勝でしたこの馬今日は2着入選あと3番日はブリッド杉村との初コンビでしたがこれは最後3着に追い上げています8番4番3番の順で上位3頭入選です8番のテイエム猛烈ダンスインザダークサン区の3歳ボバ平山厩舎の管理馬です平山厩舎は今日9レースに続いての2勝目ということになりました山口勲騎手も6レースに続いての2勝目 ゴール前は最後3馬身から3馬身半4馬身ぐらいはリードあったでしょうか8番、テイエム猛烈解消2着、4番、ホマレーカンよく粘りました3番、京アブリット追い上げ急でしたが3着まで5番の田原大臣がそのあと4着入線。最終の11レースが終わりました最終の11レースは冠協産レイジングスピリッツ杯でした全レース終了いたしました